平均引退年齢26歳。プロサッカー選手は子供たちが憧れる職業ですが、選手生命が他のスポーツより短く、生存競争も過酷です。激しい接触プレーによる怪我、過密日程や遠征による疲労の蓄積、プレッシャーによるストレスなど、心身ともに計り知れない負荷がかかっています。そのため、30歳を過ぎてユニフォームを着続けられる選手はごく一部となります。また、引退後も怪我による後遺症に悩まされたり、長年蓄積された疲労により体調を崩してしまったり、重大な病気になってしまう選手が少なからずいる状況です。そこで今回は、突然他界してしまったサッカー選手たちを紹介したいと思います。日本代表でプレーした選手や、少し懐かしい選手まで紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。柏レイソルのエースストライカーとして活躍した工藤正人。J リーグを代表するストライカーの一人です。ストライカー特有のギラつきは持ちつつも、冷静さを兼ね備えており、ポジショニングの良さ、ディフェンダーとの駆け引きがうまく、ゴール前で決定的な仕事をします。加えて、守備陣も豊富な運動量を生かし、前線からのプレスでチームに貢献。また性格も謙虚で非常に腰が低く、練習の虫と言われるほど真面目だったようです。柏レイソルのアカデミー出身で、同期の酒井宏樹も、どんなに活躍してもいつも変わらず低姿勢の素晴らしい僕の同級生です、と語っています。そんな工藤は2009年に柏レイソルにてプロデビューを果たしますが、チームは J2 降格。2010年にはネルシーニョ監督のもと27試合10得点の活躍をし、柏レイソルの1年での J1 復帰に貢献します。なおこの時の攻撃陣の層は非常に厚く、元日本代表フォワード北島秀明、フランサ、レアンドロ、TJ こと田中純也など、リーグ屈指のメンバーが名を連ねています。翌2011年に柏レイソルの J リーグ優勝に貢献。J リーグ史上初となる昇格初年度での J1 優勝です。2012年には天皇杯制覇。翌2013年、ナビスコカップでは決勝で得点を挙げ優勝。大会 MVP にも選ばれます。同年、アルベルト・ザッケローニが率いた日本代表にも選出されるなど、華々しいキャリアを築き上げました。2015年にはアメリカのメジャーリーグサッカーのバンクーバーホワイトキャップスへ移籍し、海外挑戦。不運にも試合中相手ゴールキーパーと正面衝突してしまい、顎と頬骨を骨折する重傷を負ってしまいます。そして怪我の影響もあり、同年で退団し、2017年にサンフレッチェ広島へ移籍します。その後は J2 レノファ山口 FC、オーストラリアリーグなど挑戦しますが、怪我の影響なのかコンディションを落としてしまい、目立った活躍はできませんでした。2022年1月には J3 のテゲバジャーロ宮崎へ移籍。背番号9を背負い、連続得点をするなど復調の兆しを見せました。しかし2022年10月2日、体調不良を訴え医療機関を受診しますが、検査の結果、水頭症と診断されます。11日に手術を行いますが、その後容態が悪化し、17日より ICU で治療することになります。このニュースを受け、工藤に対する励ましの声が数多くのサッカー関係者やサポーターから寄せられました。また、柏レイソルの元チームメイトからも SNS 上で熱いメッセージがあり、増島達也からは、負けるな、回復をみんなで願ってます。柏のバンディエラこと大谷秀和からも、心から回復を願っています。ハッシュタグ、待ってるぞ工藤、といったエールが送られました。しかし、2022年10月21日、工藤は32歳の若さでこの世を去ってしまいます。翌日22日に行われたルヴァンカップ決勝、セレッソ大阪対サンフレッチェ広島では、キックオフ前に工藤への黙祷が捧げられ、黙祷後にはセレッソ大阪、サンフレッチェ広島の両スタンドから工藤コールが沸き起こりました。また、2017-18 シーズンに工藤が在籍した広島のベンチには、工藤のユニフォームがかけられ、広島サポーターはゴール裏に、工藤正人の魂は永遠に俺たちと共に、横断幕を掲示。そしてセレッソ大阪サポーターも、工藤正人を俺たちも忘れない、横断幕を掲げます。チーム関係なく、スタジアムが工藤のために一つになった瞬間です。なおこの試合は後半8分にセレッソ大阪が先制しますが、後半アディショナルタイムに広島が2点決めて、土壇場で逆転勝利を飾り、広島は初めてルヴァンカップのタイトルを獲得します。工藤と柏レイソルのアカデミー時代から20年近くの付き合いになる広島ゴールキーパー川並五郎は、試合後のインタビューにて、未だに今回の出来事は信じられないです。あんまり神様とかそういうのを信じたくないですし、綺麗事にするのも好きじゃない。簡単にドラマみたいにもしたくないです。ただ、こんな展開と結末は、工藤くんが見てくれていたとしか考えられないですよね。
チームのために行動することも工藤くんから教えてもらいました。これからも自分はそれをやり続けるだけです。今は優勝したよ、お疲れ様でしたと、それだけ伝えたいです。それ以上言葉にする必要はないかなと。工藤くんは見てくれていると思いますから、僕はあの人の分まで生きるしかないですねと語っています。後半アディショナルタイムに2つのゴールが生まれ、劇的な逆転勝利。本当に何か見えない力が働いたのではと考えてしまうような奇跡的な試合だった印象です。ジュビロ磐田の黄金期を担い、横浜 F ・マリノスではリーグ連覇に貢献した技巧派攻撃ミッドフィルダー奥大輔。日本代表でも活躍し26試合に出場しました。決定的なスルーパスや相手の意表をつくパス、美しい弧を描くフリーキックなど、その独創性あふれるプレーで多くのサッカーファンを魅了した選手です。1994年にジュビロ磐田に加入。2年間は J リーグでの出場はありませんでしたが、アジアユースやワールドユースに出場し、中田英寿や松田直樹ら後の日本代表を担う選手たちと共に活躍しました。1997年にはレギュラーに定着。リーグ戦26試合9得点の活躍を見せ、ジュビロ磐田の年間優勝に貢献します。翌1998年には32試合12得点の活躍を見せ、 J リーグベストイレブンや日本代表に選出。当時のジュビロ磐田の中盤に欠かせない選手として、名波浩、服部俊弘、藤田俊也、福西隆らとジュビロ磐田の黄金期を担います。さらに2002年に横浜 F ・マリノスに移籍し、2003年2004年シーズンには J リーグ連覇に貢献。奥自身も2年連続でベストイレブンに選ばれています。ドラゴン久保とホットラインを形成し、多くのラストパスを供給していた印象です。2004年の日本代表合宿中での無断外出事件以降、代表からは遠ざかってしまいますが、 J リーグではコンスタントに活躍。2007年シーズンにはホットラインを形成していたドラゴン久保とともに横浜 FC へ移籍します。しかしシーズン終了後現役を引退。31歳の若さでした。怪我もあり満足のプレーができなかったこと、一緒に移籍したドラゴン久保が横浜 FC から解雇され、フロントに不満があったことなどが引退理由とされています。引退後は横浜 FC のサッカースクールのテクニカルアドバイザーや高校サッカー部の監督、横浜 FC の強化部長などを務めますが、体調を崩して辞任。また引退した頃から叫びたりだったとの噂もあります。さらに2013年には家庭内のトラブルが問題になるのと、引退後は今までのキャリアとは打って変わり、順風満帆とは言えなかった印象です。そして2014年10月17日早朝、奥は沖縄県の宮古島にて自身の起こした交通事故によって38歳の若さで亡くなってしまいます。奥の運転する自動車が対向車線にはみ出し電柱に激突。病院に運ばれましたが、骨盤骨折など全身を強く打っており手遅れだったようです。奥は2014年8月頃に宮古島に移住しており、リゾートホテルのキッチンでアルバイトをし、飲食店を開くという夢のために修行していました。サッカー関係以外のセカンドキャリアへ前向きに活動していた矢先での事故だったので非常に残念です。2016年12月に奥が移住した宮古島にて追悼試合が行われた際、奥の盟友ドラゴン久保は、本当にお世話になったし、代表でもチームでもみんなの輪に入れずに一人でいることが多かった自分を巻き込んで、うまくチームに打ち解けさせてくれた。大さんがいなかったら今の自分はないと思う。本当に気があったし、面倒を見てもらった。まだ自分の中では消化しきれていないし、実感がない。事故現場に行っても何とも言いようがない。言葉にするのが難しいです。と目を赤くしながら語りました。インタビュアー泣かせの寡黙な男で有名な久保が、これだけ語るのは正直驚きです。それだけ奥に対する思いが溢れたのかもしれません。余談ですが、サッカー雑誌が主催したユーザーからの質問に答えるツイッター企画にて、ドラゴン久保が日本代表合宿中での無断外出事件について、とにかく楽しかった、またいつかあのメンバーで反省会をしたいです、と10年越しに触れていますが、メンバー全員が揃わないと思うと切なくなりますね。日本人離れした身体能力で、数多くのフォワードを封じた J リーグ屈指のディフェンダー、ミスターマリノス、マツコと松田直樹。日本代表でもフラット3の一角を担い、2002年の日韓ワールドカップでも活躍しました。その身体能力や空中戦はさることながら、シュートコースの切り方、インターセプトなど相手の一歩先を読んだプレーがうまかった印象です。またとにかく熱い男で破天荒、
兄貴抜きせぬ言動とカリスマ性でチームメイトやサポーターからも愛されていました。そんな松田は1995年に横浜マリノスに加入。当時監督だったホルヘ・ソラーリから君は将来井原正巳を追い越す才能を持っていると期待されます。1996年にはアトランタ五輪に19歳で出場し、マイアミの奇跡として知られるブラジル戦にも出場しました。2000年にはシドニー五輪に出場、 J リーグでも活躍しベストイレブンを受賞します。そして2002年には日本代表でフラット3の一角を担い、日韓ワールドカップでも活躍。ちなみに2002年日韓ワールドカップ後には個人写真集が出るほどの人気ぶりでした。2003年2004年には守備の要として活躍、横浜 F ・マリノスの J リーグ連覇に貢献し華々しいキャリアを築きます。以降2010年まで横浜 F ・マリノスに在籍し、マリノス一筋でプレーしたことからミスターマリノスと呼ばれ、サポーターから愛されました。引退までマリノスでプレーしたいと本人は語っていましたが、2010年11月松田はクラブから戦力外通告を受けてしまいます。退団が決まっていた2010年の J1 最終戦、大宮アルディージャ戦後の挨拶では、俺マジでサッカーが好きなんすよ、マジでもっとサッカーやりたい、本当にサッカーって最高なところ見せたいので、これからも続けさせてください、と涙ながらに語る姿が印象的でした。2011年、海外からのオファーもありましたが、当時 JFL の松本山が FC へ移籍。同年7月23日には、公式戦通算400試合出場を達成します。そして2011年8月2日、松本市の公園にてチーム練習中に、やばいやばいと言いながら突然倒れ、心肺停止状態になってしまいます。このニュース速報を受け、ネット上でも松田頑張れ、松田戻ってこいなどたくさんのエールが送られました。しかし松田の意識は戻ることなく、8月4日34歳の若さで亡くなってしまいます。急性心筋梗塞とのことです。この訃報を受け、多くのサッカー選手、関係者、サポーターが悲しみました。また松田が2010シーズンまで在籍していたマリノスは、松田の背番号3を永久欠番とすることを発表。 J1 史上初の永久欠番となります。余談ですが、松田は秀子と中田秀俊とアンダー代表で一緒だったため長い付き合いです。松田本人も、秀の頭を殴れるのは俺ぐらいと言っているほどの窮地の中だと言えます。日本代表ドキュメントの映像作品にも、2002年日韓ワールドカップの合宿の様子が収録されており、練習中に秀をからかったりプールに落としたりとやりたい放題でした。しかし秀自身の非常に楽しそうな姿が印象的です。また2006ドイツワールドカップの海外組と国内組の確執に対しても、もし俺がいたら中田を孤立させたりはしなかった、もっとできたことがあったと思うと語っています。しかしながら、松田はジーゴジャパンでのドイツワールドカップアジア予選中、ベンチ外になったことに腹を立て、スタンドで試合観戦せず、悔しさのあまり勝手に帰宅。このことが問題となり、その後ジーゴジャパンに呼ばれることはありませんでした。松田らしいといえば松田らしいのですが、松田がドイツワールドカップのメンバーに選ばれた世界戦も見てみたかったですね。今回は突然他界してしまったサッカー選手たちを紹介しました。当時突然の訃報にショックを受けたサッカーファンの方も多いのではないでしょうか。紹介した選手たちの印象に残っているプレーやエピソード、思い出がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。最後に、紹介した選手たちへのリスペクトとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。それではまた。